皆さん、チャーガンジューンということでね嘘のような本当の輪、時刻はね9時30分を回りましたが皆さんお元気でしょうか、パーソナリティー土井秀トが今週も、えー、ドクター水槽ボトルの北條正宏さんと一緒にお届けしていきます。北条さんよろししくお願いいますはい ということでね。もう先週もそうだな。僕もね。息子がついこの間まで小学生だったからわかりますね。やっぱり親としてまあ一人のね。人間としてやっぱりなんとかね。あの子供が普通にやっぱり学校に行けたりとか運動できたり、のびのびと過ごしてほしい。健康でいてほしいと思う。気持ち、その辺もすごく伝わってきましたねえ。なのでえー、引っ張ります。今週もー通販子、ちさ子さんおはようございます。 はいおはようございますはいよろしくお願いいたしますお願いしますいや本当にねお嬢さんよかったなんかねお会いしてないんですけどもうちび丸くなちゃんじゃないんですけどねもう元気にね学校行っておお私がこう浮かぶシーンねお友達連れてきてまあまあお母さんね宿題一緒にやっていい ねえ病気がちだとなかなかそうはいかないじゃないですかです、ね、お医者さんに行くスケジュール、はいね、早く薬も飲まなきゃあんまり外で遊ぶとダメよとかいろいろねなりますけど、はい、もう半年7か月ぐらいで,そうです、ね、1>, 1日どうですか30分1時間ぐらいもうちょっとうんもうはい日によりますが、うん、もう最低でもにあの平日だとやっぱどうしても塾だったりとかいろいろあるんですけど帰ってきてからやっぱすぐあの帰ってきて。 水槽やりたいっていうことで<ー>もう自分の中でやっぱ体の変化っていうのはすごい感じてるんだと思うんですね。ね<ー>もう夜寝るもも音もですね一緒に水素持って加入浴つけてセットして寝るので30分ごとに私がピッとボタンを押してあげるっていう。 <で>はい、ドクター水素ボトルをね、ちょっと皆さんね、あのまあ、勘違いというかね、あのー、ちょっとラジオを気の皆さんにまたね、改めてお話し,しますと、まずね、皆さん、大きいもんじゃないです。すごいね、えー、先週もね、つらごさんがご案内、ご説明していただいているね、本当に小さなお子様でもね、持って歩けるペットボトルの小さいののサイズですというものです。はいえー、それで、えーと、お子さんだからとか、お年を召してらっしゃるから。 ね、北条さん、ちょっと話を。まあ、関係ない。ありますけど。関係ないですよね。関係ないです。うん、どなたでも、ペットでもオッケーですからね。おお、そう。ペットは個体小さいんで、めちゃくちゃ早いですけどね。あ、そっか。今回、小学校五年生の。ね、お嬢さん。早いんですよ。はい。これ、なぜ、あ、言ってもしょうがないんですけど。やっぱり、出会うタイミングで出会っていただくとね。こんなにも、もうね、元気な。 キキャッキャッとしたお子さんにに出会えるのにそうですね,っねもっと早くもっと早く使わせてあげたかったなっていうのが<ー>、はい、親としての尋常ではあるんですけれども、うん、でもやっぱり今本当に当たり前じゃなかった日常が当たり前になって、うん、もうそれが幸せだし喜びだしね<ー>はい。よくそのいろんなねあのお客様とお話しするんですけどやっぱり肺が苦しいって。 あのいわゆるそのなんだ肺がこう炎症を起こして肺炎になってで機能が落ちてしまって呼吸できてるありがたみがね当たり前で皆さん感じるかもしれないけれどもそうじゃないんですって皆さんおっしゃるんですよね。でもねそれが、まあ、うちの子供も実は喘息だったのがもうよくなってますけどあのそれがあ、ね、お子さんでもう見てると本当にね切ないですよね。 でよね、はいはい、もともとアク,アクティブな性格でもあるので本当もう出てったら帰らないぐらいすごくこう <laughs> まあ運動機能もですしそのやっぱ呼吸も続かなかったハードな、はい、運動がなかなかあのもうぜいぜいが苦しくてこう自分で息をこう整えてるっていう様子を何度もあの走った後もすごい整えていくっていうのを。 こうま、よく見てたんですけどその姿もほとんども見なくなったし、はい、もう何よりも健康でいられることの喜びをもう日々感じています家族でいや。本当に出会いは 大事ですね、はい、お子さんでよくね補助さん、あのー、そういった、まあ、肺機能のこともありますけどアトピーとかも多多いいでですすよねそうですね今アレルギー系喘息なんかでもアレルギーの喘息の場合とかも自律神経が整うと一般的にはね良くなるとかあのアトピーも自律神経もあるしあと細胞の中の ATP っていう代謝が良くなると 改善するって言われてるんですけどもうでもそれが起こってるみたいですね水素数とへえ、ねはい、あの私なんかもねやっぱり時々こういろんな方から質問を受けてその大きさのこともそうなんですけどえ水素水を飲むんだあの入れてるのをね実際見ると、うん、あのそれはそれで質問があるんですよ、ね、ラジオをっきの皆さん軟水あの市販されてるねペットボトル、ね、ありますねそれを注いでスイッチを押すだけですあとはねお花に こうね、当てて吸入するというものなので何も難しくないし、ねあのー、困ったことも起きないむしろ「えっ!」て嘘みたいなねよい方向に向かうことが多いんですけど一つ,つのお嬢さんあとね目から最近なんか実験なんですかゴーグルがゴーグルを先,先月ですかね発売させていただいたんですけどこれがまあもう大反響で <laughs> 鼻から入れるのが苦手な人でも その粘膜に水素ガスが触れると体の中にグワッと入ってくるみたいで,でまた脳もすごく激しくいい意味で反応してくれるっていうことが起こるので指先の血流見てもねゴーグルでもブワッと速くなるんですよ。 体中の血流が速くなれば当然いいことがいっぱいあるわけですからね、はい、だからもうね最初はまあそういうこともね選択肢のうちの一つで目が悪い人なんかがそれをつけてチャレンジするといいかななんていうぐらいにしか思ってなかったらいや実際発売してみたらもうこれやばいですやばばいいでですすって言ってて言、うん、私も早速使わせていただいて、うん、やっぱりパソコン業務だったりとか目を酷使することが多いので、うん、スマホだったりとか。うん 目の周りのやっぱり血流がすごくこう多分よく改善されるんでしょうねポッパッと明るくなる感じが視界がします。 ラジオを聴い皆さん、えー、ご理解いただけるでしょうか?。<laughs> あの、カニウレっていうチューブですね。チューブをお鼻に、お鼻の穴二つありますね。大抵の方はね、はい、そこに当てて粘膜に当てるように、普通に呼吸するだけで。ね、あの、良い感じになってくるんですけども。それを、なんですか、あの、水中メガネのようにこう。そう、ね、あ、当てるっていうか、被るというか。スキーのゴーグルをイメージしていただくと、わかりやすいと思います。スキー沖縄ないですね。<laughs> あの、シュノーケルの方がいいかもしれ <laughs> ない、ね。 ま <laughs> まあまあそういうことですよね、パパッとはめていただくと、その全体に、えー、ドクター水素ボトルから発生させ,させていく高濃度の水素ガスが、ね、こうゴーグル内に蔓延するわけですよね、そういういことです、ね、それが目から、目から,ですかね、目から、目から、粘膜ですね、簡単に言うとね、ね<ー>粘膜からうわーっと入ってくるんですよ。 という、えー、のも今流行ってるそうですぐらいな状態でね、何かあのお問い合わせがある方、どうぞお気軽に山内さんという方までね、ひかゆみお問い合わせをいただければと思っておりますけれども、はいえー、ちょっと改めて菅子翔子さん、ね、この CM のあと、はいえー、自己紹介、軽くまたお願いしたい頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO e a s t 株式会社電話番号0335272211はい。 嘘ののような本当の話ということで私パーソナリティドイヒデトとドクター水素ボトルの北条正宏さんをお迎えしておりますけれども今週もね、えー、再びお越しいただきました津波子翔子さんといえば糸満市、はいはい、の方で <laughs>、うんえー、エステサロン、うんはい、企業支援型の,、まああのエステサロンとあとは。 あそちらはデトッックスサロンリチですいデトックスサロンリッチ経営されているということなんですがはい、はい、でもう一つ教育事業の方で、うんえー、子どものための金融教育お金の教育っていうのをはい全国で今スタートさせているところですオンラインで学ぶお金のスクールですうーんこれはあんま聞いたことないですよねはい珍しいと思いますねえ これやっぱり大事だなーって思うところからでですすかそうね、ん、先ほどのまあ娘の話にも通ずるんですけれども、はい、やっぱり娘の,その治療サポートしていく中ですごくやっぱお金もかかりますし何よりやっぱ健康健康っていうのをこう維持するためにもやっぱいいものを取り入れるにもお金やっぱ必要ですし。 まあ子供ととの時間とか、やっぱりその豊かさっていうのに、まあ、お金っていうのがやっぱり一つの,、うん、あの治療もそうですし選択肢にとって必要だと思っていてで私自身もともと社会福祉士として、まあ、行政に勤めてた経験もあってなかなかねこの置かれてる今日本の経済状況で自分の身を将来的に守う守る。 ためにはやっぱり早期から小さな時からのこのお金の教育っていうのをまあ取り入れていくことが必要ではないかっていうことから今自分ではいそういう事業をスタートさせましたうんあのー、これ意外とっていうか自分たちの体験含めても学校じゃ教えてくれないですもんね。そうですね社会のの仕組みまあ税金のこととかやっぱ企業 うん、ビジネスをどうやって起こすのかとかそういう本当に必要なことっていうのはうなかなか今の義務教育の中で学ぶ機会っていうのは私も含めてやっぱりなかったのででも大人になってからあの就職したり社会人になってわからないことでやっぱりトラブルに巻き込まれたり困っちゃうことってたくさんあるんですよ。なのでやっぱり早期、うん、あの小学生から学べるお金の学校っていうことが私たちの 弊社ではあの金融教育を未来の常識にっていうことをコンセプトにオンラインで学べる、だから全国で、全国の子どもたちがどこにいてもこう学べるっていうような<ー>あの教育スタイルを提供しています。ありがとうございます。これはちなみにおおよそ何歳、何小学生からですか何歳から何歳ぐらい 小学4年生から今高校3年生が基本ではあるんですけれども計算機がたたけて大学生でもやっぱり「お願いできませんか?」っていう形で問い合わせがあったらまあはい面談をした上で、まで先生ファシリテーターとしてまあこのお金のはい教育をサポートしていく先生との面談を経てスタートしていくっていう形になってます。 我々なんかねそういう教育受けてないから自分が実際に会社役員とかもやったことありますけどその時ってそうでもないんですよそのなんか経営そのものっていうよりはなんかこう、ね、会社を盛り上げる一人みたいな感じですけど自分が実際に経営者になって初めて税金払えって言われて。 じゃあどう払う、なんで、これが税金発生する。この場合、どうなの、ああなのって、いうようなことをね、本当に。子供のうちから学べたら、そういう発想がそもそも変わってくるから、絶対いいですよね。はいはい、そうなんです。はい、ねえ、日本経済が変わってきそうじゃないですか。すね、子供がね、数が少なくなってくる中で、はいはい、これ。海外では結構当たり前っていうような言い方するところもありますよね。はい、海外では、やっぱり家庭の中で、あの、お小遣い。 の制度ととかがやっぱ日本とは異なって、まあ、教育の中で入っているっていうのもありますしやっぱり自分の未来を見据えて今できることっていうのを考えるっていうのがやっぱり幼少期からあの両親の影響とか学校教育の中で学ぶ機会というのがあるの一方で日本ではなかなかそういう学びの機会がないのでやっぱり。あの 私はやっぱ小さい頃から自分も知りたかったなっていうことなるほど、ね、はいで<ー>自分のやっぱ将来あの就職とかどういう職業に就こうかなどういう働き方をしようかなっていう時の選択肢が広が広るると思ってるんですよお,<ー>お金を学ぶと社会の仕組みとか経済<ー>世の中の流れとかをやっぱ学ぶので自分がその社会の一員なんだっていうことに対する理解そして世の中の仕組みですよね流れ うん、どこからこのお小遣いってきてるのとかどういうふうにお金っていうのは生まれるのとかやっぱそのお金の歴史も学びますしで授業の一環としてキッズマルシェっていうのをあのイベントとして開催してるんですね。それは子どもたちが自ら出店ですもう何で開業しようかな自分が社長だったら。 どういういので会かなんかこう例えば作ったものなのか、ねはい、仕入れてきてみてみたいな、はい、<ー>だからどんなコンセプトで会社を設立しますよね<ー>でそれを何をサービスとして提供するのかどんな人たちにそれを買ってもらいたいのかでその自分のコンセプトとか会社名だったりとかでそれに伴う原料原材,原材料っていうのは、まあ、じゃあどこからそう仕入れるのかどうやって用意するのか資金調達。 で、どうやって集客をするのか、まあ、告知なのか、うん、どうするのかで売り上げを上げるじゃあそこを上げた後のまの、あ、利益の出し方とか、うん、まあそういったことを一連の流れ私たち本当大人の世界で社会人になると同じようなことをしてるんだよってことをやっぱり子どもたちが自ら実践して考えて、まあ、行動して結果の中で、うん 自分でこう主体的に学ぶっていうのがアクティブラーニングっていう授業の形態を取ってるのでお金の学びを通して主体的に行動していくっていうリーダー教育のプログラムになっています昔ねあの中学校の時ですけどね、はい、もらったお小遣いをその日全部インベーダーゲームで使ったことがありましてね素晴らしい <laughs> 真っ白になりましたけど <laughs> 終わった後に昔ね,ね 大学生の、はい、高田馬場でねあの栄通りでね、45人先輩先帰っちゃって先輩が飲んだ分は置いてったんですねあれね、はい、割り勘して勝手にその後、後輩私たちガンガン飲みますよね、はい、お金足りなくてね免許証置,置いて帰ったのを思い出しました今 <laughs> <laughs> だってどう数えたら足りないんです恥ずかしいですね今考えるとねインベーターよりももう,もうその時二十す過ぎてましたからね 威張っちゃないですよ本当ね <laughs> 威張ってないんですけどそういうこのねお子さんの学び、はい、お金の使い方と <laughs>、うん、まあ今のようなこの計画性を持ってお金を使うとかうやっぱりそういうことが今の子供たちにはめちゃくちゃ必要なんですよです、ね、特にやっぱキャッシュレスになっていくので、はい、現金っていうのがやっぱり世の中からこう衰退していく流れで見えない 見える化されてないっていうことはすごく危険性もやっぱ伴うと思っていますのでまあそこを学ぶことによってやっぱお金の使い方っていうのを自分でやっぱコントロールしていく力を身につけるっていうことも授業の中で学び,学びを取り入れていいきますはいはいえー、今回は、えー、近未来の日本経済について、えー、いろいろとお聞きしてるんですけども <laughs> はい、いったん入りましょう頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO e a s t 株式会社電話番号はい嘘のようなコントの和 ということでね、私パーソナリティ土井秀人と、えー、ドクター水素ボトルの w o e スト北条政弘さんを今週もお迎えしておりますが、ねええー、津賀子翔子さんといえば、もう一つ出てきちゃいましたね、はい金融教育と、金融って言ってしまうと難しそうなんですけど、いや私、ちょっとね、さっき刺さったのが、津賀子キャッシュレス、ね、スマホピ、はい、ね。 ほとんどそうなってきていてき、はい、うん、あの僕ら持ってたのポイントカードみたいなそういうのもなくなってきちゃって、ね、だ,んだんね、はい、わスマホ一台でもう生活が今できる世の中になってるのでうんやっぱり大事な部分っていうのをやっぱ幼少期で学んでいくことで、はい、未来にこう生きるための力になるっていうのが、まあ、この子どものための金融教育となります。よ いや、いや、いや、ね、そのおっしゃった、あの。ね、選択できるようになるって。大事なことですもんね、はい。そうですね。知らないと、まず選択できないので。うそうですよね。はい、そこの学びを。身につけて、自分の未来を自分で。切り開いていく力っていうのが、やっぱりお金を学ぶってことは。もう必要不可欠かなと思ってます。はあ。ちなみに。はい。ね、このキッズヒーローアカデミーと。 おっしゃるそうなんですけれども、はいはい、これはえー、っとどうかこの糸満で塾をやってるではなくて基本オンラインで学ぶということなんですねはい、はい、で月に、まあ、4回ね1万5千コースからっていろいろあるそうなんですがこれはあのー、やっぱりググってみたりなんかすると「キッズヒーローアカデミー」とかで出てきたりはいそうですね キッズヒロアカデミーで検索していただけると、うん、インスタグラムとホームページの方で、あで授業の内容というのはあの、はい、ご覧になることができるので興味のある方はあの個別説明会とか体験会を、はい、あの一度受講していただくことをお勧めします。うーんうーん 生徒さんもなんですけどまずあれですよねあの親御さんにね、ね。関心を持っていただくくのすすすごく大事ででよ、ね、そうです、ねね、やっぱりお父さんお母さん、ね、我々の世代が学んでなかったので、うん、教えてあげられないっていうのがあるっていうことと、うん、やっぱりそこに関心どこで学ばせればいいかがわからないもそうですし、まああのー、まず。 親がやっぱそこの教育っていうのは本当に大事なんだなっていうことを理解しない限り子供に学んだ方がいいよってことを導くってなかなか難しいかなと思うんですよ。<ー>なので、まあ、我々が提供している金融教育っていうものが、うん、まあ今でも実は親世代が一番子供に教えたい教育<ー>ナンバーワンとしてお金の学校っていうのが注目されていますのでぜひそういうあの体験とか うん、そういうのができる場っていう形で、うん、今回今月ですねイベントに出展させていただくっていう流れになっていますのでおなんかすごいイベントに出展されるんですってはい、はい、あの12月の2324、うん、沖縄アリーナの方で開催される大きなイベントがあるんですけど、まあ、7万人ぐらい来場予定ということでうんうん、うん、そこにまあ企業ブースっていうのを でまあのはい、出店させていただきますのでそこにもしよろしければまた私たちがスタッフがいますのであの子どもたちどういう教育をしているのかということのもちろんお話を聞くでもいいですし授業の内容っていうのをうこうちょっとあの教えてほしいという形でもいいのでよかったらブースまで遊びに来てくださいはいはこれ沖縄アリーナで。 12月23日、24日土日なはず、ね球、はい、アスティーダリュウキュアスティーと卓球のですよねフェスティバルがまたこの間もあったばかりですよなんかねあの時がが3.5万人らしくその倍、7万人を <laughs> あの来場予定という形で隣の方ではあの肉フェスとかかなり楽しめる家族で楽しめるイベントとかもセットで開催される予定です。 素晴らしい基本、はい、あのコロナでなかなかねお嬢さん厳しかったですけど沖縄は大好きなんですよ、こういうイベント<ー>もうあちこちでねこの年末も多いと思うんですよ素晴らしいですね、その辺でね、はい、ちょっと興味を示した方にリアルでねお伝えできたりとかするといいいののかなって思いますよねあの生徒さんも募集されてるそうですけどこれどんな先生も気になりますね。そうですね、うん、はい 私たちと一緒にまあ、子どもの未来を想像するお仕事としてファシリテーター、まあ、いわゆるお金の学校の先生になりたい方も同時募集させていただいてます。うん、え子、ー、育てしながら子どもがちっちゃくてもお家でオンラインなので、はいあのどこかに出勤することもないですし、まあ、旅行中旅行先でもできる仕事できるっていうのがまあメリットです。<ー>はいで自分でやっぱり稼ぐ力をつけて、ま子どもとか自分が好きなことを したいいっていう形でお母さんたちにもすごくこう興味,が興味あの関心を持っていただいてうん、うん、ファシリテーターとしてぜひ参加させてくださいって形で問い合わせも続々今入ってきてます。子供たたちちをねあの自分たちの 未来子どもたちの未来を自分たちで環境を作っていきたいよねっていう形で本当にこういう環境を待ってましたっていう形でお母さんたちが結構入ってこられているので<ー>自分の家族の未来のためにそして自分のためにお金の学びを通して子どもたちの未来を一緒にこういい環境を作っていきたいって方ぜひあのお問い合わせお待ちしております。なるほどでございます、ね、皆さんぜぜひぜひねキッズヒーローーロアカデミー でねえー、ホームページやインスタグラム出てきますので、ね、ちょっと気にな,なっ、ね、気になるなっていう方ねドクター水素ボトルも気になるなっていう方で大いに検索してみてください。ね はいいやとってもね私たちがこうはーってこうね聞き入ってしまうほどためになるお話を津田子翔子さん今回もありがとうございますありがとうございましたね、ぜひぜひ私たちもね応援させていただきたいと思いますがね、えー、引き続きまた年内放送を楽しみにお聞きいただければと思います今週もねドクター水素ボトルの大嬢雅雅さんありがとうございましたはいありがとうございました津田子翔子さん改めてありがとうございましたまたよろしくお願いしますはいよろしくお願いします